あ、始まりましたね。クロスタウンさ、始まったじゃん。さ、もしもあっちから始まったじゃん。これ中間か。コシが一瞬にわかる。決まった。はい。あら、もう早い早い。早い。まあさ、ほら、俺らが選んでる時にもう見てたから。そう。違うんだよ。笑います。ありがとうございました。やっと見つけた。いいね。また。来た、びっくりした、どっか来るのかと思った。いいよ、いいね、待ってきてる、うん、これ、コスメうまい。わかんない、裏切るかもしれない、さっきあの俺、あれか、あれじゃないけど、ちょっと待って、どうするどうせの焼き物やってどうするですかね。ちょっといいよ、ちょっと150円だもん。あとね、みんなね、あれだよ、あの多分ね、あんまりよく分かってないだろうと思うけどね、これ普通に動画で4品400円以内で買ったら、普通に あれも食いたかったなっても買ってきていいからね。あやっぱこれも買ってきちゃったって言えばいいよ、最後あっち行くとビールでもいいくらんだよ、あれしっくりくる、なんか見える見える。150円のもんって難しいんだよな、クロスさんね。もう50円がネックすぎる、本当に見つかんないんだよ。なんなんマジで激ムズ。なんかね、ありそうで意外と150円のもんってないんだよ。やっぱね、50円は祭りではやっぱ払いづらい。うん、痛いにしちゃうから、そうそう、明日は早い。ここ安い、焼きそばめっちゃアップになってるよ。ビール飲みたくなってきたな、つまみを選んで。飲みてえよな。な。そうだな。俺も決まりかな。はい、笑いますね。はい、決まりましたか。まずね、150円のさっき言ったやつ、あダブらせるチキンナゲット。やっぱうまそうだわ、チキンナゲット。うまいよな、うまそうだよな。まさ、チキンナゲットで食いて、やっぱフランク来たってなったらチキンナゲット組み合わせない。もう一つはキュウリじゃねえんだよ。一応やられたでしょ、キュウリだと思ったでしょ、次聞くの。150円、キュウリ150円だと思ったでしょ。違うんだな。おい、もつ煮込み食う。あー、あったね。いくら？250円。あ、なるほど、それでいったか。そう、こう来た。でね、キュウリはね、普通に買う。焼きそば買うんでしょ。ああ組み合わせ的には俺普通にもつ煮込みチキンナゲットにする感じ。はいはいはい、そうだ、じゃあみんな決まったね。準備はいいか。から分散して自分の自分のやつを揃えてきてくれる。
あれとか、あれもいいよ、あとあとやっぱこれも食いたかったなってやつとかも一緒に買ってきていいよ。あとで、これとこれがさっき選んでたやつに集めてくれればいい。うん、集まるところはね、じゃあさっきの公園の遊具の近くにでもしよっか、あのでっかいやつ。うん、あっちの出てきたとこ公園のさ、あの遊具のロケットみたいなの買ったじゃん。あったね。滑り台の近くにでもいるからさ。じゃあそれでみんな拡散だな。よし、解散。はい。